いかんな。楽しそうだね。うすい、お前もう退院したのか。さすが俺でしょ。何言ってんだ、包帯ぐるぐる巻きだろ。心配してくれてるんだ。勝手に入ってくるな。だって早くメイドラテのミサちゃんに会いたかったんだもん。やめろ。相沢が好きだから。ああは言ったものの、奴らが素直に謝りに行くとは思えないしな。聞いたよ、雅ヶ丘のこと。いや、何？会長、大丈夫ですか？なんでもない。どうしたの、相沢？今余計なこと考えてる場合じゃないのに。よいしょ。すみません、これ誰か手伝ってくれませんか？うわ、薄井さん、ありがとうございます。どういたしまして。お礼は。うわ、これでいいよ。雪村、しっかりしろ。雪村。そうか、あいつはただのセクハラバカだ。柄にもなく動揺したが、あいつは結局誰にでもああなんだ。俺、状況についていけないんだけど。安心しろ、今は明らかに何かが狂っている。だよお前マジで。楽しそうだから俺もついてく。バスとか久々に乗ったな。なんで薄井さんまで。つかなんで俺らが謝んなきゃなんねえんだよ。だっ、困ったやつらだな。俺にとっちゃ会長のが困るんだけどね。しかし雅ヶ丘ってああいう制度がいいのか。まあ悪いやつらばかりでもないんだろうし、金持ちなりに想像できない苦労とかあるんだろうけどな。的確ね。普段からお嬢様をメロメロにしてるからね。幸せだ。考えてみればこんなに女の子だらけの環境初めてじゃないか。楽しいかも。美咲くん、楽しそうだね。そりゃこれだけモテるとね。女が女に。うるさいな、すでに心は男なんだよ。だけど、うん、人から認められるってなんか嬉しいもんだな。プフプフ。男がみんなこんなだったら私も少しは認めるんだがな。こんなって。だから女性に優しくて頼りになって紳士的で。それって俺の子。違う。じゃあ雅ヶ丘の会長さんみたいな。なんで五十嵐会長の話が出てくるんだ。つうか無駄口叩いてないで仕事しろよ。やっぱ女の子は可愛いな。男にはない清潔感と愛嬌。明日から俺だけでも男装でいけないかな。あとなんだっけ、攻め、誘い受けってどういう意味か知ってるか。教えてほしい。何脱いでんだよ。汗かいたから中のシャツ脱ぎたかったの。美咲くんこそ早く着替えれば。俺はお前が帰ってから。なんで、男同士なら裸になっても平気でしょ。みんながどうしたの、早く脱ぎなよ。なんなら脱がせてあげようか、美咲くん。やめ。ほらやっぱり鮎沢は女だよ。こういうのが攻めってことらしいよ。いい加減にしろ。どれだけ混乱させたら気が済むんだ。もう
薄いにからかわれるのうんざりだ。苦手だもんね。溜まった仕事を片付けないと。薄いさん！何度言えばわかるんだ。用もないのに生徒会室に入り浸るな。雪村が怯えているだろう。用はあるよ。どうするの？雅が丘。私は聖火高校の生徒会長なんだぞ。私がいなくなったら聖火は、うん、お前みたいなストーカーから解放されるのもいいかもな。雅が丘に転入ってどういうことですか？僕がいない間に一体何が？聖火の会長を降りるつもりは毛頭ない。やっぱりあんたおもろいね。無駄や。あんたが合気道なら俺は柔道やから寝技が得意なんや。やめ。はい、そこまで。外の奴らなかなか入れてくれないからちょっと悪いことしちゃってごめんね。まあそっちの方がもっと悪いことしてるしね、変態お兄さん。ええ度胸しとるね。まあ何にせよ別の相手探してくれないかな。こいつはそんな簡単に触っていい女じゃない。お前が言うか。じゃあそういうことで行こっか会長。ちょっと待って。五十嵐会長、聖火高校生徒会長としての私でよければいつでもお話を伺いましょう。失礼します。薄い、なんでここにいるんだ？会長、あの変態にまんまと騙されてるし、それに俺のこと呼んだでしょ。何言ってんだ。わからん、呼んでないよ。聖火の会長を降りるつもりは毛頭ない。でもまあよくできました。あ、やっぱり薄い、ありがとう。ああ、制服取り返したけど、生地も仕立ても最高級の雅が丘のと会長がいつも着ている聖火のとどっちがいい？さっさと返せ。やっぱそっちね。